はるめさん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、Amazon が始めた Amazon キャッシュとは、今なら500円クーポンがもらえるということで、今回は先日のネットニュースで、Amazon がちょっと面白そうなサービスを開始したので、そちらについてお伝えしていこうと思います。ということで、まず概要からなんですけども、現金払いのショッピングをもっと簡単にお店でバーコードを提示するだけで、すぐにギフト券残高に現金を追加ということで、まあクレジットカードを使わずに Amazon でのお買い物を楽しめますということですね。なのでまあクレジットカードなしで Amazon のギフト券でリアルな店舗でお買い物が可能ということになっております。で、ご利用方法なんですけども、まあ、こちら見ていただいてわかる通り、まずここのバーコードを表示ボタンっていうのをクリックして、で、バーコードを表示します。で、2、取扱店の店頭レジでバーコードを提示して、500円から4万9000円まで追加したい金額を伝えると、ちなみにその時のスマホの画面はこんな感じですね。で、3、現金でのお支払いが完了すると、Amazon ギフト券残高に金額が追加されます。いわゆるチャージがされるということですね。残高の確認ができるまでレシートは保管してくださいと。4、加算された Amazon ギフト券残高を使って amazon.co.jp でお買い物楽しみいただけますということですね。で、現在、まあ、こんなキャンペーンもやっていまして、Amazon キャッシュ初回限定キャンペーン3000以上をギフト券残高に追加していただくと、次回のお買い物に使える500円クーポンをプレゼント。で、対象期間が5月の13日から7月の28日までということで、まあ、このお支払い完了までということですね。ちなみに対象店舗はざっとこんな感じですね。まあ、有名どころで言うと、ウェルシア、ツルハドラッグとか、あと、松木を、で、コンビニで言うと、ポプラ、セイコーマート、デイリー山崎とかですね。まあ、使えるお店はこれ全部なんですけども、まあ、全国的に見ても、まあ、ポツポツと使えるところはありますね。で、今回のこの Amazon キャッシュってどんな人向けなのかっていうと、まあ、冒頭でもお伝えしたように、クレジットカードを持ってない方であったりとか、あとはオンライン決済でクレジットカードの利用を控えたいと考えている方ですね。まあ、チャージができるタイプなので、まあ、かなり使いすぎには防止できるのではないのかなと思います。まあ、チャージするために店舗に行かないといけないので、はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。 Amazon が提供するサービス Amazon キャッシュのご紹介でした。まあ、結構ですね、サービスをパッと見てもなんかちょっとふわっとしてるような感じだったので、まあそしてまだまだ全然使えるところっていうのは限られてるんですけども、これからもまあ普及していく可能性もありそうということですね。まだまだ世の中に認知していくのもまだまだちょっと時間はかかりそうだなっていう印象を持ちました。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとは Twitter もしてますので Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。